皆さんこんにちは。今回も私オタクが珍解答をさらしていきます。お願いします。あと昨日ちょっとやりすぎたので今回は武力行使しないで安心してください。やったー。2名ほどすごい嬉しそうなやついるな。今回は国語、次の漢字の読みを答えなさい。はい、ジェルシの答え。耳心。あ、違いますね。あ、マジ残念。オタク昨日と同じようにやってくれ。了解です。え、ちょっと待って、聞いてない聞いてない。え、どういうこと。ギャー。さあ復活しました、地獄のオタクワールド。はい、次の漢字の読みを答えなさい。サタン氏の答え。ちょっと待ってね。ちょっと待って、これは、なんていうんだ、これ左側かな。ぬ、カタカナのぬぬだから、ぬぬこ。ちょっと待って、僕真剣なんだって、ふざけてるわけじゃないの。ちょっと待って待って、ほんとお願いで、いけー。容赦ないですね、オタクくん。はい、次の漢字の読みを答えなさい。ジェルシの答え。オタクくん、ちょっと待って、これ本当に分かんなくて、ちょっとヒントもらえないかな。了解。これの読みや漢字の形に注目したら分かるよ。ああ、なるほど。この形ってことは、あ、分かった、テトリス。違うのこれ、絶対形的にテトリスでしょ。待って待って、違う。あー、なんでテトリスって読む漢字があると思ってんだあいつ。はい、次、大まかという言葉を使って文章を作りなさい。サタン氏の答え。もうふざけません、僕は痛いの嫌なんで。いきます。おお、魔界だ。ちょっと待ってください、僕の中では正解なんです、僕の中では正解。お願い、ちょっと待って。いやー、なんで僕の中では正解って。はい、次、素敵という言葉を使って文章を作れ。ジェルシの答え。俺ももう正解させてもらいます、痛いの嫌なんで。魔法のステッキよ。いやー、フラグ回収が早い。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。